ジョセフルイアン・アベノルは、フランスの官僚、国際連盟の第二大事務総長を務めたが、数軸国やビシー政権寄りの姿勢を取ったため、公正批判を受けた。中三階級のカトリック教徒の家に生まれ、1905年に、フランス財務省に入省して、財務検査官を務め、1910年からは、金融監督官を務めた。 第一次世界大戦中の1916年には、イギリスロンドンのフランス大使館に赴任して、金融問題を担当し、同時に戦後復興のための食品協議会委員を務めた。戦争終結後の1919 19年には、最高経済協議会の常任委員に就任した。ベルサイユ条約が締結され、国際連盟が成立すると、連盟の経済、金融部門に配属され、 国際会議のフランス代表も務めた。1922年に財務官に任命され連盟の財政改革に取り組み、1923年にはジャンモネの公認として事務次長に就任した。アベノルは中央、東ヨーロッパの経済復興に努め、1928年には中華民国に施設団を派遣した。1932年に事務総長、 エリック・ドラモンドの公認問題が持ち上がると、アベノルが候補者に上がった。これは1920年に英仏間で交わされたイギリス人事務総長の次は、フランス人を事務総長にするという秘密協定に基づいたものだったが、ドラモンドはアベノルが公認になることに反対して、他の候補者を出すようにフランスに打診した。しかし、フランスはドラモンドの打診を受け付けず、 一方のアベノルはイギリス、大日本帝国、イタリア王国、バイマルドイツの支持を得ていた。アベノルが事務総長に就任して間もなく、国際連盟は満州事変による日本の連盟脱退や、第二次エチオピア戦争などの国際問題に直面することになった。彼は、ドイツ、日本に続き、イタリアが連盟を脱退することを恐れ、また、イタリアを、 フランスの潜在的同盟国とみなしていたため、消極姿勢をとり、イタリアの行動を容認した。国際連盟は、ソビエト連邦の抗議を受け、イタリアに対して、経済制裁を実施したが効果はなく、1936年のイタリア領東アフリカ成立により、権威も失墜した。1938年に、ナチスドイツがアンシュルスを実行した際には、 加盟国リストからオーストリアを削除し、さらに連盟のオーストリア人職員を解雇した。また、ポーランド侵攻による自由都市ンツ費のドイツ領編入の際にも有効な対抗策を講じなかった。1940年6月22日に独仏休戦協定が締結されると、アベノルは連盟のイギリス人職員を解雇し、ビシー政権主犯となったフィリップ・ペタンに忠誠を、 宣誓する書簡を送った。アベノルは、ナチスドイツのフランス侵攻集結後の8月に、事務総長を辞任し、アイルランド人のショーン・レスターが公認となった。辞任後はフランスに戻り、ビシー政権で役職を得ようとするが、1943年末にドイツ軍に逮捕されることを恐れ、スイスに脱出した。その後は、コラボラシオンとして逮捕される危険性があったため、 第二次世界大戦終結後もスイスに泊まり、1952年に心臓発作で死去した。ありがとうございます。